してるのビジネス大学へようこそ。これね、今日は3本目です。夢のエネルギー核融合発電と関連銘柄っていうんで、株系ですね。これはね、いろいろ YouTube 勉強してるとですね、やっぱりこの技術革新によって社会が変わると。昔は馬で、ね、交通手段だったりしたのが蒸気機関になって、その後電気になって、いうことでしょ。そうやって変わってきてるんですけど、今度はですね、そのエネルギーをね、日本はエネルギーがないんで、戦争になったという、それがもうエネルギーできればね、まあ、原発をね再稼働すればいいんですけどね、放射能が怖いとか言ってるわけでしょ。それに対して放射能の分も解決できるみたいなのが、その夢のエネルギー核融合発電っていうんでね、これは原子核同士が衝突して重い原子核となる反応で、その際に得られる大きなエネルギーを電気に変換するのは核融合発電。これは何でしたっけ、物質はエネルギーになるって MC2 乗でしたっけ、そういうのありますよね、アインシュタインの。私ね、意味が分からなかったんですよ。これ見てね、初めて分かりました。物質がエネルギーになるっていうのはね、それはつまり核融合によってなるということですね。だから太陽の、中で起こってることらしいんですけども、これね、結構実用化に近づいてきてるということで、この核融合っていうのは、その起こるのはできるんですけど、それを維持するっていうのが大変で、しかも、材料がね、なんていうんですか、1億トンぐらいないといけないんで、そのプラズマを起こすのに1億ドル以上、核融合っていうのはプラズマなんですけども、その1億ドル以上の高温と高圧をずっと維持しなきゃいけない。それは、空中に浮かばして、磁気でもって、リニアを使った時期だっていうんですけどね、それを磁場閉じ目方式っていうんで、原料は二重水素と三重水素って、ね、二重水素三重水素は海水からできるんでね、多少ね放射能が出るけど、まあ半減期が短いっていうんで、いわゆる核分裂よりいいっていうね。ただなかなかね、本格的実用化っていうのはなかなか難しいんですけども、それもう一つは月の上のヘリウムを使って、これだと放射能が出ないってことで、ただ月から持ってこなきゃいけないんで。で、まあこれ YouTube に出てたんで、見てもらいたいと思うんですけど、実用化はね、2050年っていうとね、ちょっと私もう、この頃いるかいないか、でも100歳、そこまで痛いですよね。はい、でこれも核融合発電の関連銘柄ってことで、まあ一つは古川電工ですか。これはなんか、これなんですか、潜在の供給ってことですか。でこれ数百キロの、この高温超伝導材を数年にわたり供給って言うんでね、それから富士クラもそんな感じですか。これもレアアースですか、高温超伝導洗剤って、からほと浜松フォトニクスっていうのは、これはレーザーですね。レーザー核融合実現の鍵なの、高出力レーザー、だから日機ホーリングです。これ日機っていうのは大体そういう設備を作る、核融合炉の加熱装置や熱取り出し装置、核融合プラントエンジニアリングの技術を加速させる計画っていうんでね。それから三菱重工ですね。これはまあ核融合実験炉 ITER っていうんですか、関連機器を納入してるってことで。それから助川電機、ミリメートル単位の精度で設置することを求める第一液や各種磁気センサーの設置を受注っていうんでね。まあ実現は先でもね、なんつうの、こう夢で変われるんですよね、株ってね。私も経験上は。そういうのは理想外って言うんですけど、それからその理想外の後、現実化してると現実外って言って、だけど理想外の方が儲かるんですよ。これ理想外は儲かるんですよ。現実外はあんま儲かんない。
夢を見てる間が一番おいしいというね、これ私の証言が引いた経験から言います。ということで、夢のエネルギー核融合発電と関連銘柄っていうのをお示しした内容が良ければいいね、そしてチャンネル登録していただきますと、これもどんどんまた作っていきますんで、よろしく。